フォルカー・ライヒエルト、2013年、フォルカー・ライヒエルトは、ドイツの歴史学者。ヨーロッパ中世の旅行記、中世ヨーロッパ人の世界観などをテーマにした、著作多数。ドイツにおけるマルコ・ポーロ研究の第一人者。日本とアメリカ・ヨーロッパの交流をテーマに論文を多数、発表している。フュルトに生まれ、ビュルツブルグ大学、ハイデルベルク大学で、歴史学。 ドイツ文学、ラテン語を専攻し、1975年に教員採用国家試験に合格して、ハイデルベルク大学を卒業。しかし教員にはならず、博士課程に進んだ。1982年、ハイデルベルク大学で博士号を取得した後、1982年から83年まで、ドイツ学術交流会から、ハイデルベルク大学との交流協定があった。 上海外国語学院に派遣され、ドイツ史、ドイツ文学を教えた。1990年ハイデルベルク大学にて、教授論文を提出し、大学教授資格を取得。教授論文の中国との出会い中世における東アジアの発見は、1992年にドイツ歴史家協会賞を受賞した。ドレスデン工科大学、ケルン大学、 ボン大学などで教弁を取った後、1994年に、シュトゥットガルト大学歴史学科に、聖教授として就任。2011年9月から半年間、アルフリードクルップ学術財団から招聘を受け、特別研究員として、グライフスバルトに滞在する。2012年10月に、シュトゥットガルト大学を退官以後も、研究、執筆活動を続けている。2006年、 上海の道積大学に客員教授として招聘される。2005年に著書の世界の体験の日本語訳が厚生大学出版局から出版されたことをきっかけに2008年4月から翌年3月までの1年間教授として横浜国立大学に招聘されドイツ文化史、ドイツ語を教授。さらに2009年には タイ国のチュラーロンコーン大学でドイツ現代史、東西交流などについて講義を持った。ライヒエルトは中世後期を自身の研究テーマの中心に置いているが、中世の法制史をはじめ、中世のアジアとヨーロッパ、世界発見の歴史、異国、異文化の認識、エルサレム巡礼、20世紀の中世研究など多彩なテーマについて幅広く研究成果を、 発表している。上海の滞在をきっかけに、東アジア地域への学術的興味が生まれ、研究の対象にしてきた。また、ライヒエルとは、近現代史へも強い関心を持ち、アイケボールガストとの協調で、ハイデルベルク大学の歴史学者、カールハンペが残した第一次世界大戦中の日記を、編集、出版し、後に、ハンペの辞典も執筆した。 ありがとうございます。